はいどうも、スーチャンネルスーです。現在私はですね、福岡空港の方に来ております。今回はですね、福岡空港からセントレアの方に戻りたいと思います。そんな感じでレビューをね、撮っていきたいと思います。福岡空港はね、かなり今改装中ですごいことになってるんですよね。チェックインカウンターの方に来ました。今回私が乗るのはですね、ジェットスターっていうね、LCC をね、利用して福岡空港からセントレアの方に戻りたいと思います。とりあえずね、ジェットスターのチェックインカウンターの方に行って自動でね、チェックインの方していきたいと思います。一応家からはね、プリントしてきてるんで、そのね、用紙の方、確認用紙ですかね。まあ LCC 乗るにはそういった準備はね、必ず必要だと思いますので、ということでこんな感じでね、今自動チェックインの方やっております。こんな感じで無事ね、自動チェックイン機でチェックインすることができました。福岡空港はね、まあ、国内線の場合なんですけど、チェックインカウンターは1階なんですけどね、保安検査っていうのはこの、ね、2階にあるんでね、まあ、セントレアとか他の空港はだいたいね、1階でチェックインカウンター、そのまま保安検査みたいな感じだと思うんですけどね、こんな感じで2階の方に移動して保安検査を受ける形になります。まあ、福岡空港はね、自分4年ぶりぐらいかなに来たんですけどね、まあ、あんま当時のこと覚えてないんで、とても新鮮な感じでいいですね。ちょっとね、まだお昼の方を食べてないので、なんかね、食べようかなって思ってます。まあ、正直ね、いろいろモロケンさんといろいろ回ってね、梅ヶ枝餅でしたっけ、太宰府とか行ったんですけどね、そこでいろいろ食べたので、ね、そこまでお腹は空いてないんですけど、博多カレー研究所美味しそうですね。こっちはうどんか。食べるところもいっぱいあるし、おしゃれなお店も多くてね、セントレアもね、いろいろと見習ってほしいなみたいな感じで思いました。まあ、自分はセントレア好きですけどね。あとやっぱ利用者もすごい多いですね。まあ、土曜日っていうこともあるんですけど、非常に多くの人がね、空港内にいます。はい、ということで今ね、無事保安検査を抜けました。前まだね、フライトまでだいぶ時間あるので、どっかでね、ゆっくり過ごしたいと思います。すごいね、もう天井もこんな感じで、福岡空港工事中ですね。モノケンさんの話によると2022年ぐらいまでかかるみたいな感じらしいです。はい、ということでまだね、フライトまでだいぶ時間があるので、制限エリア内の方ね、センベロを楽しめる、センベロってわかりますかね、1000円でベロベロに酔っ払えるセットみたいな感じで今流行ってますよね。で、ドリンク3杯とこんな感じでおつまみがついて1000円ということで、で自分はあんまりね、お酒飲めないので、まあ実際3杯もいらないんですけど、ちょっと今日はね、レモンサワー飲みたいなと思います。で、こんな感じでおつまみがつくみたいな、はい。まあ、こういうのもね、九州っぽいっていうか、九州の食材も食べれるんで、たまにはね、味わってみようかなと思っております。福岡はね、食事が本当に美味しいので、空港でもね、こういったおつまみとかも結構質が高くてね、福岡空港非常にいいと思います。はい、そんな感じで、これがですね、ごまですね、ごまさばですね。うん、空港でこんな美味しいね、生のサバ食べれるなんてね、持ってなかったんで、すごい美味しいですね。いいです。はい、ということで、まあね、ジェットスターは LCC なんでね、搭乗ゲートが1番ということで、非常に一番遠くのね、方にあるんで、結構時間に余裕を持ってね、移動しないと結構ね、間に合わないこともあるかもしれないですね。まあ、思ってたよりね、福岡空港広いですね。自分かなり小さい空港かなと思ってたんですけど、あんまり来たことがなかったので、まあ、今回ね、いい経験になりました。まもなくね、搭乗の時間があと15分ぐらいなので、ゲートの前に行きたいと思います。いやね、福岡楽しかったです。はい、ということでこんな感じで、奥がね、FDA で、手前がスターフライヤーですね。はい、ということで今ね、ゲートの前に来ました。
今からね飛行機の方に乗り込みたいと思います。はい、ということで今ね、座席の方に着きました。機材の方はですね、エアバス 320-200 ということで、まあ、一般的なね、LCC によく使われる機材ですね。まあ、座席はやっぱりね、LCC なんで拳1個分で結構狭めですね。まあ、今回はね、ちょっと動画のためにあえてね、窓側の席を取りました。基本的に ANA でもね、JAL でも福岡便はやっぱ人気なんでね、基本的に搭乗率ってすごいいいですけどね、まあ、ジェットスターも特にね、やっぱ安いので毎回ね、ほぼ満席ということですごいですね。中部国際空港に着陸いたしました。本日もジェットスターの定時運航にご協力いただきまして誠にありがとうございます。中の荷物が滑り出ることがございます。セントレアの方に着陸しました。十分にお気をつけください。ありがとうございます。はい、ということで、まあ、ジェットスターね、
乗ってみたわけですけども、やっぱり LCC なんでね、座席は非常に狭いです。まあでも国内線なんでね、1時間ぐらいで着くということで、まあ値段のことを考えれば全然ありですね。まあまたね、愛知県っていうのはやっぱ九州出身のね、まあ出稼ぎといったら失礼かもしれないんですけどね、まあ就職される方が非常に多いということで、九州便、福岡、熊本、鹿児島とかね、便数は非常に先頭やから多くて、やっぱジェットスターとかね、そういった LCC も、まあ、満席でね、なかなか利益が出るということで、今後ももっとね、いっぱいいろんな航空会社が就航してくれればいいなと思ってます。はい、ということで、まあ、こんな感じで LCC のジェットスター福岡セントレア便のレビューをね、これで終わりたいと思います。この動画がね、良かった、参考になったと思ってくれる方は高評価、グッドボタンの方よろしくお願いします。またチャンネル登録、インスタグラムのフォロー、ツイッターのフォローもぜひともよろしくお願いします。以上、スーチャンネルスーでした。バイバイ。あれドリシソさんですか？はい、そうです。いや、奇遇ですね。ってか、なんでここにいるんですか？それは出待ちですよ。出待ち、あ、はい、僕のじゃあ、はい、コミュニティ読まれたってこと。あ、そういうことですか、はい、いや、すごいですね。まあ、ドリスさん、皆さん俺よりね、全然有名なんで知ってる方多いと思いますけど、まあ、こんな感じで、2人とも愛知県出身なんで、まあ、今、コラボすることはないかなと俺、正直思ってたんですけど、まあ、コラボっていうか、まあ、あれですよね、不意打ちですね。お迎えというか、はい、あの見に来てくれたということで、まあ、もし今後ね、いろいろなんか協力することとかあるかもしれないし、まあ、お互い、まあ、愛知県ということで、まあ、いろいろとね、いろいろあるかもしれないので、そんな感じで、これも僕、本当にアポなしで突然だったので、俺が自身がかなりね、驚いてる感じなんですけど、まあ、そんな感じで今回の動画終わりたいと思います。じゃあ、そういうことで、バイバイ。